おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあいみです。カムイの日浦です。よろしくお願いします。この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。ちょっと危なかった。セーフ。危なかった。はい、ということで今日はですね、はい、4月の8日ですね。はい、はい、4月の8日はどんな日なんでしょうか。はい、この日からの日です。はい、4月8日ビーナスの日です。お、ビーナス、はい、ビーナス。1820年の4月8日にエーゲ海に浮かぶミロス島で、うん、イオルゴスという農夫が洞窟の中でヴィーナス像を発見した日となっています。はい、愛と美の女神ヴィーナスは、もともと古代ギリシャの神々の王ゼウスの娘でありました。発見された像はミロのヴィーナスとして知られており、紀元前130年頃に作られたとされています。現在はパリのルーブル美術館で展示保管をされているそうです。なんでそんな道具そんな感じなんだろうね。まあ、誰かが盗んで入れたか、でしかもミロス島ってね、そうですね、島まで持ってってるっていう、なんか島で作られたんかどうかも分かんないですもん ね。どうなんすかね。もうよく分かんないですけどね。1820年ですよ。紀元前130年頃ねえすごい、約2000年経って見つかったみたいな話でしょ。うん、ですよね。すごいよね。まあでもなんかギリシャっていうとね、なんかついついこうなんていうんですかね、あのセイントとかっていう世界をなんか考えちゃうんですけどね。あの今ちょうどあのハリウッドでセイント星をねやってや作ってますからね。新田真剣佑くんがね、そうなんですよ。なんかこの間予告編見たんですけど、なんやろうな、あれはコスモなんかなっていう感じやね。なんか小宇宙とか言ってコスモと呼ぶんで、ミロのヴィーナスからちょっと広げてみました。そしてもう一つ、忠犬ハチ公の日です。はい、はい、忠犬ハチ公像および秋田県群像維持会が制定いたしました。ハチ公の命日は3月8日ですが、はい、1ヶ月後の4月8日をハチ公の日としました。なんで分かんない。なんでやろ。なんで1ヶ月ちょっとね、やっぱ3月8日分かんなかった。3月8日はちょっとね、なんか分かんなかったよね、きっと。4月8日をハチ公の日としました。はい、まあ、ハチ公はね、皆さんご存知かもしれませんが、ハチ公は1923年生まれの秋田県で、翌1924年から東京東大農学部の上野裕次郎博士に代われました。博士の存命中は渋谷駅まで博士の送り迎えをしていました。1925年に博士が急死した後も、その後も毎日駅前で、主人の帰りを待ち続けました。その一途な姿から忠犬と呼ばれるようになり、1934年に、渋谷駅前に銅像が建てられました。銅像の除幕式にはハチ公自身も出席しましたが、翌年の1935年にハチ公もね、死んでしまったっていうね、お話です。はい、はい、ハチ公の像はね、第二次世界大戦中にね、一度持ち出されてしまいましたが、現在あるものは1947年、昭和22年に再建されたものであります。なるほど、ということですね。ね、あの戦争の時ね、金属の教室でね、なっちゃったということなんですけどね。まあ、このね、ハチ公っていうのも、まあ、僕行ったことある、ハチ公前、あります。未だにやっぱりね、いっぱい人いますけどね。ね、はい、でもなんか意外とちっちゃいなと思いました。ちっちゃい、ちっちゃい。はい、そんなでかく。こんなとこにあるみたいな。そうそうそう、はい、ですよね。そう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 、はい、あの渋谷駅前のところでね、待ち合わせ。はい、もう今やあの、ハチ公前かもやい前かどっちかですね。そうですね。はい、はい、っていうあのハチ公なんですけど、ハチ公って実はね、でもね、もっと悲しい話があるんですよ、本当は。だから、ね、ご主人さんもいてる間は良かったんですけど、亡くなってからっていうのが、奥さんが面倒見きれなくて、野良化したり、なんか引き取ってもらったんだけど、結局あんまりいい扱いされてなかったりとか、いろいろあったんですよね。で、実際ね、確かに博士が亡くなってからも渋谷駅に毎日通ったりとかしてたんですよ。でもそれってね、
あの、まあ、当時そのなんていうのかな、野良犬とかもいっぱいおったから、うん、そのあの勝手に抜け出して行ってどこ行ったか分かれへんようになってまた帰ってくるみたいな話なんで、うん、あの実はの近所の人がすごい嫌がったりとかしたり、うん、であの、うん、割とね虐げられてたらしいんですよね、うん、でそれがあの新聞であれは忠犬だっていう風に取り上げられた瞬間からみんな手のひらコロッと変えて、うん、でなんか銅像が立つみたいな話になっちゃったっていうね、うん、あのそういう話なんですけど、だから晩年はまだあのまたあの奥さんの元に帰ったらしいんで、うん、割とあの平穏に過ごしたみたいですけど、うん、あの間はね割とねいろいろと波乱万丈な人生だったみたい、人生とか県政って言うんですかね、うん、あだったみたいですよ、はいはい、ワンちゃんだけに県政、ワンちゃんだけにね、はい、はいはい、以上です、はい、はい、ということで、今日はですね、このプレゼンありかなしか、これ久しぶりにねちょっとねお話できたんでちょっと嬉しかったんですけど、うん、まず映画道草という映画なんです、はい、2時間の映画なんですけども、うん、この映画の監督をされました片山亮監督にインタビューをさせていただいたんですけど、片山監督ってね前にあの元町映画館の 10周年企画かなの方で、真っ裸っていうね、はい、作品を、安楽亮監督と、ダブル監督っていう形で監督されて、うん、でそれはねあの脚本は片山監督が担当されてたんですよ。で、一緒に2人で作ったっていう作品だったんですけども、うん、今回、まあ、単独のね監督っていう形で、道草という作品を、制作されまして、まあ、それが、シネヌーボーで今日からですね、はい、1週間限定で、上映ということが決まっておりますので、まあ、そのインタビューをねさせていただきました、はい、はい、まあ、どんな作品かも含めてまずは、ご覧になっていただきたいと思います、はい、それでは、このプレゼンありかなしかスタート。なんか今日榎本さんの絵見て、ああこの人絵描くの好きなんだなって思って。本当ですか？嬉しいです。さあ、おい道夫、一杯で。どやじゃないっすよ。さあ、うん、少しシフト増やしてさ、うん、貯金してサチといろんなとこ行きたいな。この家にはもっと価値があるって言ってで10万払ってた。なんかみんなすごいですよね、価値に群がる感じ。それが先生の価値です。楽しい？今日はですね、映画道草の監督でいらっしゃいます、片山亮監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでまずはですね、この道草という映画がどういう映画なのか、簡単にご説明いただいてよろしいでしょうか。画家の榎本道夫は、日の目を浴びたキャリアもなく、ゴミ収集のバイトで生計を立てている。しかしそんな生活にも満足していた。ひょんなことから出会った富田幸はそんな道夫の絵が好きだと言い、2人は付き合い始める。幸せな日々がきっかけとなり、それまで思い描いたことのなかった画家としての成功を意識するようになっていくが、道夫の絵は売れない。焦燥感に駆られていたある日、道夫がゴミ収集に向かうと、自分の作風とは全く異なる激しいタッチの抽象画が捨てられていた。ということです。はい、はい、朗読ありがとうございました。いや、すいません。まずこのお話が、まあ、できたきっかけって何なんですか？どういうところなんですか？そうですね、まあ、今回この映画を作るっていう企画が出た時点で、じゃあ何が、はい、まあ、これあの僕の俳優としての所属事務所のハイエンドという事務所の制作のした第2弾の映画になるんですけど、はいはいはい、
大宮さんと、はい、うちの代表の大松っていうのとボブ鈴木という人と、うん、木原正俊っていう、はい、5人のおじさんでこう事務所で映画を作ろうっていう風になってこう映画を撮ってるんですけど、はい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 、その企画会議の時に僕ずっと勝ちってなんだっていうことを映画にしたかったんですよ。それはちょっとずっと思ってたことで、それ なんでかっていうと、うん、僕2020年の2月にゴーンという映画で、はい、まあ、スクリーンデビューというか、はい、劇場公開初めてやらせていただいたんですけど、はい、でそれまでは役者だったので、はい、とはいえ別にそんな なんか鳴かず飛ばずというか、別に仕事はしてますけど、その売れてるっていうところからは別に離れたところにいる生活をしていて、うん、けどまあ30も後半になってきて、あ、映画撮りたいなと思って、もう好きなことやろうって年齢倍したらもうほぼ死んじゃうと思ってで撮ろうと思って、僕は自分誰にも別に望まれてもなく、自分が撮りたい、自分が好きなことやろうと思って撮った映画がゴーンという映画だったんですけど、はい、でその映画が公開した時に 他人というか僕ではない人が描く僕の価値というものが上がっていることに気づいたんですよ。なるほど、なるほど、はいはい、多分それは劇場公開をしたとか、まあ、それまでに映画祭でも賞をいただいたとか、なんかそういうことがあるとは思うんですけど、うん、なんか明らかに、いや、ありがたいんですよ、めちゃくちゃありがたい話なんですけど、うんうん、なんか他の人が見る僕の姿っていうのがちょっと違う気がしたんです、今までとは、うんうんうん、でその時にすごい違和感だったんですよ。はいはいはい、嬉しいんですけど、なんだろうこれと思って、うん、なんでかっていうと僕自身は何も変わってなかったんですよ。はい、性格も変わってないし、うん、で別に好きなものもなんかやりたいことも変わってないし、でそれこそ金銭的な状況すらも変わってないし、うん、何にも変わってないのに、なぜ映画を撮っただけで外の人から見る俺の価値は上がるんだろうかっていう、うんうん、すごい疑問があって、でその時に、はい、なんか思ったのが、他人が思っている自分の価値を自分の価値だと思ってしまったら、それこそ何かこうよからぬことが起こるんだなっていう、うん、これはあくまでも他人が思い描く僕の価値であって、うん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 、僕の価値っていうのは別である、自分で思う自分の価値っていうのは多分別であって、うん、なんかそこはちゃんと差別化をしないと、違うぞお前っていう、やっぱ嬉しいので、そのさっきの褒められられてないっていうのももちろんあるんですけど、うん、やっぱ嬉しいんですよ、すっごく嬉しいし、うん、あたかも自分がその価値を持っているんじゃなかろうかという気分にもやっぱなるんですよ、うん、けどそうではなくて、うん、っていうのがあって、でじゃあ なんだろう、その価値っていうものは一体何なんだろうかっていうことをずっと考えてたんですね、そこから。はい、でそれをいつか映画としてなんかできたらいいなと思った時に、まあ、うちのそのハイエンドの第2弾っていう企画が立ち上がって、はい、で何やりたいってなった時に、まあ、俺はちょっと価値の話をやりたいんだけどっていう話をしたら、うんうんうん、ちょうどその時にこう、途中で出てくる抽象画ですね、はいはいはい、抽象画を描いた作家が大前光平さんっていうんですけど、はい、大前さんとうちの事務所の代表が出会ってるんですよ、そのタイミングで。で、こういう面白い映画を今日買ってきたんだって言って、今日じゃない、うん、まあ買ったんだって言って、事務所の壁に貼ってあったんですよ。はい。で、ちょうどその価値の話をしてた時に、その話をしていて、うん、まあ、画家、まあ、絵の価値っていうのも分かんないよねっていう、うんうんうん、そう、なんかそういう風な話になって、はい、あ、じゃあその画家っていうところで、まあ、画家絵の価値っていうところで、それがちょっと普遍的なテーマっていうところに、落とし込んでいけないかっていうのを探っていきましょうっていうところから、この道草っていう映画は生まれた感じなんです。ということは、映画の中で実際に使われている キーポイントになった、はい、無題っていう、無題、はい、タイトルで出てくる絵画なんですけど、あれはじゃあ リアルに あります、あるんですね、あるというか、まあ、あるんだろうなと、まあ、当然だからあるんですけど、
そうですね、ある その絵がきっかけになってこの映画が生まれた。そうですね、もともとはそうですね、あの作者の方がきっかけで、で、はい、まあ、あの、まあ、これネタバレだったらピーって入れてもらっていいんですけど、いや、はい、あの、はい、自分の価値とはやっぱ違ったんですよ。はいはいはい、その絵は僕が思う創作というところとは真反対にあった絵で、そうだからこそ多分こういう話が生まれてったというか、その話聞くまではてっきりあの画家が好きなのかなと思ってたんですよ。あの真っ裸っていうね作品で主人公画家で、あの、まあ、彼もまたあの人生に悩んでるというか、まあ、その時はまだまだね、いろんなことがあって悩んでるという人なんですけど、あのおまた画家できたなって一瞬思ったんですけど、そうではなかったんですね。そうなんです、まあ、いや言いましたよ、僕もその真っ裸のちょっとかぶってるかもしれないですねっていう、うん、ただなんか、うん、まあ、やっぱ絵の価値っていうのは非常にその映画にした時に分かりやすさも生んでるというか、うん、ポスタービジュアルがまさに道草というか、はい、あれは本当に主人公の青野さん自身が本当に描かれた絵なんですけど、あ、そうなんですね。そうなんです。へえ。実際に彼が描い、まあ、この場所を描いてくださいっていうのは僕が指定はしてるんですけど、はいはいはい、やっぱあの絵をパッと見た時に、あ、道草ってタイトルだなって僕はなんか思ったというか、うんうん、え、絵描いてもらってからタイトルにしたんですか？そうです、タイトルが未定でした、ずっと。おお、そうなんだ。てっきり道草っていう絵を描いてもらったんだと思ってました。あ、いやいや、違います。制作過程、やっぱり作品作る中で出てきたタイトルっていうことなので、ある意味、一番マッチしてるタイトルなんだな。まあ、そうですね、本当にそうだと思いますね。はい、と最後になりましたけども、監督からですね、見ていらっしゃる方にメッセージを一言お願いいたします。あ、今日は、ご覧いただきましてありがとうございました。価値をテーマにしたくて、まあ、この映画を作ったんですけれど、なんか、まあ、もちろん画家というちょっとニッチというかちょっとこうあまりいない職業のものをあの描いてはいるんですけど、なんか多分こう誰しもあるところというか、なんかどうしてもこう、うん、社会に生きる人にとってはもちろんそのなんだろう、自分の価値みたいなことをこうに向き合うことで失うものもあるので、それが全部正しいと言いたいわけではないんですけど、なんかこう行き詰まってる時とか、なんかそういう時にちょっと道草食ってみるとこう見えてくる自分の姿みたいなものはあったりするのかなっていう、なんかそれがこうちょっとこうなんか頭の片隅にでもこうポッとなんか入れれる作品になったらいいなっていうふうに思ってます。あの、ぜひなんか感想とかも聞かせてくれたら嬉しいと思います。シネヌーボー4月8日から、公開してますので、まあ1週間なのでちょっと短いんで、あのぜひよろしくお願いします。はい、ということで、今日はですね、映画道草の、片山亮監督のインタビューでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。絶対丸でお願いします。お願いします。モザイクかけないで。ありがとうございます。はい、いやね、あのもう絶対丸でってやってましたよね。はい、まあまあこういうね、まあ道草を、まあ、一応ね、人の価値、価値観、他人からこう見られる価値観、価値がどういうものかっていうのに振り回される振り回されない、うんうん、そういうところを描いてる作品なんですけど、でも道草ってあの実はねちょっとカットしちゃったんですけど、インタビューの中で実はあの監督が言ってた言葉で、言っといた方がいいなと思うのは、道草っていうタイトルにしたのは、まあ、あの絵を見て本当に道草と思ったからそれがそのままタイトルになったらしいんですけど、うんうん、あのまあそれはあるんですけど、道草するぐらいの人生がちょうどいいよねっていうことがメッセージとしてあるということだそうです。はい、ということでございます。では、判定いきたいなと思います。はい、なんかこう、うんうんってこう、なんかうねってますけどね。はい、はい、じゃあ、いきますよ。はい、このプレゼン、ありかなしか、
判定。はい、まるでました。ありがとうございます。ありがとうね。どうでした、インタビュー聞いてね。うん、やっぱ価値観ってね、やっぱそれぞれ違うというか、うん、で間違ってないんですよね。あ、そう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 。で、それがやっぱり自分がこうやっていうところをこう人にこうそれを求めるっていうのもやっぱりそれが間違ってる、ね。そう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 。そこは難しいところ。それね、まさにね、実はね、あのインタビューの中で言ってるんですよ。でもこれね、あのインタビューなんで最後に絶対まるでって言ってたかって言ったら、インタビュー20分ぐらいしてんねん。あのおもろいねんで、あの本人はストップウォッチストップウォッチだから、まあ自分で時間計って10分以内にまとめますって言って言ってたにもかかわらず20分喋ってるんですよ。でそれを俺が編集して10分にまとめてあるね。でその中で一応その、カットした中でね、はい、あの監督も言ってたのは、要はあの作品の中で誰一人否定したくなかった、うんうん、だからその、あの、なんかそのグワーっていうなんか前衛的な作品の、はいはい、あれをこれは10万だって言って渡した社長、うん、いや先生の価値はもっとあるんですよとかって言ってる社長も別に悪くはない、はいはい、うん、その価値を認めてらっしゃるというだけのことなんで、はい、うん、だからその誰が誰をとか、うん、そのこの人がおかしいとかじゃなくて、はいはいはい、もう全員その価値はあるんだよっていうことを前提で描きたかったっていうのが片山監督の中にあって、まあだからあのお互い否定し合うようなシーンというのは実は一回も出てこないんですよね。あのぶつかり合いはあるんですよ、ぶつかり合いはあるんですけど、はい、でもそれをお互い否定するっていうところがないっていう形にはなっているので、はい、ああいいですね、そういう作品 ね認めるっていうのが ね、 そうですね、いいですよね、うん、だからそのまあ言ったらその思わず自分の価値が上がってしまったっていうものに対して、はいはい、さあどうしようっていうところは、うん、道草するぐらいがちょうどいいんじゃないですかっていうことのようです、うん、はいはいはい、はい、ちょうど今日ね、4月8日から、はい、シネヌーボーで1週間限定でねやっております、はい、これもまた1週間限定です、うん、先週はあの斜めの廊下だったんですけど、はい、今週は、道草になってますんで、はい、ぜひですね、道草を今度はシネヌーボーに見に行っていただいて、あとあの順次またあの、元町映画館なんかでもね、上映されるみたいですから、はい、またそれに行って決まればね、確認していっていただければなと思います。はい、ということで、映画道草の片山亮監督のインタビューでした。ありがとうございました。したはい、では次、あゆみ。はい、うん、以上のお知らせです。はい、今絶賛上映中です。はい、田中こつえ監督の一気見上映です。はい、はい、今日やって明日までとなっておりますので、うん、ぜひぜひお越しくださいませ。はい、今日もね、10時から上映しておりまして、はい、今日はなんとレイトショーもございます。はい、21時15分から、うん、23時まで、はいはいはい、上映しておりますので、もうやる気です、やる気満々です、はいはい、まあね、この時間も、ね、飲みながら見てもらって、はいはいはい、ゆっくりくつろいで見てください、はい、料金は1500円となっております、はいはい、そしてですね、うん、10日ですね、10日カバの日となっております、はい、第2、月曜日カバの日です。19時からスタートになりまして、はいはいはい、料金は1500円となっております、はい、ぜひぜひ見に来てください、うん、はい、そして、もう一つの定期上映、よしお誕生編です、はいはい、日浦監督の、はい、ね、アクション映画となっておりますので、はい、ぜひぜひお越しくださいませ、はい、力、はい、入っちゃうね、うん、力入るよ、はい、19時30分からスタートになりまして、料金は1000円プラスワンドリンクのオーダー制となっております。そうそうそう。移転流のね。移転流のね。移転流の構えね。ね、そう、天はい、そして木曜日の定期上映は傘の下です。こちら川本隆弘監督の傘の下、川野監督ですよ、はい、上映があります。19時30分からとなっておりまして、料金が1500円となっております、はい、はい、
ちらの方もね、ぜひぜひそうです、ね、ただ見て、はい、傘の人も見て、うん、一緒に楽しんでほしいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。そして、金曜日の定期上映も決まっておりまして、はい、鳥の子シティですね、はい、山口博樹監督の鳥の子シティです。14日、上映で、19時30分スタートになります、うん、料金は1000円プラスワンドリンクのオーダーを設定しております。そして15日です、はい、4月15日土曜日は、はい、マテリアルのイベント、命の尊さを考える、はい、生きているからこそできることというイベントで、大きな木になりたいと、はい、絆をした無限の一歩、こちら2本を上映して、はい、その後にトークセッションになります。はい、はい、ぜひぜひね、豪華なイベントになりますので、はい、そうですね、お越しいただきたいなと思います。はい、平均2500円となっております。はい、はい、はい、そうですね、15日もやって22日もやっておりますので、はい、はい、土曜日ですね、はい、やっております。はい、ぜひぜひ皆様お越しください。はい、お越しください。はい、以上です。はい、はい、はい、では行きましょう。はい、今日のグッチャーね、はい、はい、ご紹介したいです、こちらをね、はいはい、大きな木になりたい、三浦監督の作品となっております、はい、まあ、お二人もね、出演されている作品になるんですけど、はい、まあ、あの僕の2作目の作品という位置づけにはね、僕の中ではなるんですけど、うん、あの要は臓器移植をテーマにした作品で、はい、あのなんですけどね、うん、あのついついその臓器移植とかいうと構えちゃうじゃないですか、うん、で別にそういうつもりではなくて、ただ単にあのこういうことがあるよということを知ってほしいということなんですよね。だからあのいつ人間って死ぬか分かんないし、あのいつ事故に遭うか分かんないし、まあ事故でなくても何か、ひょっとしたら転んじゃって頭を打つかもしれないし、なんか分かんないですけど、脳死ってその割と身近にあったりするんですよね。うん、あの意識失っちゃった状態から戻ってこないっていうね、ことってあったりするの でその状態になった時家族ってどうなるのか、そういうことを、まあ、映画見てちょっとこう知っといてほしいなと、はい、あのその時になってから慌てるんじゃなくて、まあ、あ、そうか、こういうことってあるんだねって知っておいて、もしそういうことが来た時に映画の中ではこういうことやってたよねっていうのをちょっと知っといてもらうといいんじゃないかなということで、この作品はいろんな人に見てほしいということで上映してたりとかするので、まああの今回も30分の作品なんですけど、また見ていただくことができるので、ぜひ見ていただいてちょっと考えていただきたいなっていう感じなんですね。で、まあ絆王子と無限の一歩は今度はね、不登校のお話だったりとかするんですけど、まあその不登校の理由がね、いろいろあるわけじゃないですか、うん、はい、そうですね、だからその必ずしも学校行かなきゃいけないのかって言ったら必ずしもそうじゃない、はい、で、ね、そう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 、生きていく上では別に学校に必ず行かなきゃいけないわけじゃないんだけど、なんかそういう学校には行かなあかんとか、ね、法律で今一応ね、義務教育とか決められてたりとかしますから、なんとなくそういう発想でみんなもの言っちゃうし、でそれによってやっぱりこう生きにくさを感じちゃったら、生きにくいというところから生きないという選択をしてしまうね、可能性もありますからね、うん、だからまあ不登校って一口に言うんだけど、生きにくい世の中だからこそ命と直結する可能性もあるから、まあそういうことをちょっとテーマにね、あの八柳孫一さんとね、はい、僕とで、トークができたらなと、でゲストもね、呼んでやろうかなと思っておりますので、はいはい、この機会にね、新年度が始まってね、はい、いろいろあの環境も変わっていく中で、うん、こういうことを考えるいいきっかけになってほしいなと思って、ね、はい、いますので、ぜひお越しくださいませ。はい、はい、感じですよね、はい、まあまあだからこれあの僕が企画したとかじゃなくて、まあ、あのこちらから、うん、あのマテリアルから企画していただいて、はい、っていうことなので、はい、あの僕としてはもう嬉しいなと思っておりますけど、はい、ぜひいろんな方に来ていただいて、はい、いろんな意見を言ってほしいですね、そうですね、逆に、はいはい、意見交換できたらいいしな、まあ、これ かっちりとね、なんかこうタイトルがかっちりしてますが、うん、もうちょっとねあの気軽に来ていただいて、そうそうそう、はい、はい、もうざっくばらんにいろいろお話できたら嬉しいなと思って、はいはい、あのさっきの話じゃないんですけど、価値観っていうほら、うん、あの誰かが押し付けるもんじゃないじゃないですか、はい、
まあ、僕はこう思いますっていうだけだし、あの他の方もこう思いますっていいと思います。で、あの大きな議員になりたいもその、臓器移植をテーマにしてるからこれを見たらイエスと言わなきゃいけないっていうんじゃないんですよ、はい、あくまでも知っといてっていうだけなので、はい、でそれでそれをきっかけに話ができたり、家族とか大事な人とお話ができるきっかけになるようにですね。だからそのね、あのこの不登校にしてもそうじゃないですか、はい、その自分はもう学校出ちゃったから関係ないじゃなくて、うん、自分の大切な家族がひょっとしたらそうなるかもしれないという、ね、うん、こともありますからね、あの、まあ、いろんな可能性も含めてあの見に来ていただいて何か感じたら、まあ、ちょっと言葉にしていただくと、またあの何か次のものにつながるんじゃないかなと思ったりするんですけど、はい、はい、な感じでございます。はい、はいはい、では、はい、ですね、絆は王子と無限の一歩と大きな気になりたいを鑑賞するこの命の尊さを考える、はい、ね、生きているからこそできること、ぜひ、押していただきたいと思います。はい、はい、ということで今日のグッチョイでした。エンディングでございます。はい、まあ、4月も2週目来まして、はい、はい、まあ、今月からね、あの、バーです。バーでございます。お酒いっぱいあります。あります。はい、あります。ぜひね、一種類ずつ飲んでいってください。あ、全部制覇、ね。そうそう、全部制覇するって一回やってほしいよね、誰かにね。うん、あのチャレンジャー募集してます。チャレンジャー募集。で、あの全部制覇してくれたら。いっぱいサービスする。いっぱい。クレームの出しクレームの。そう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 。いや、なんかスタンプラリーのスタンプかなんか作ろっか、なんかあの種類の名前書いといて、これ終わったでバツつけていくとかさ、なんか。ちょっと増えていきますけどね。そう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 。どんどん。そうどんどん増やしていくから、そういたちごっこで、いつ終わるんか分からんけど、でしかも全部貯めたら一杯だけっていう。このうちのどれか一個。飲んだやつ。うん、なんかね、あのやるやつなんかその辺にいそうな気がする。その辺にいそう。はい、ぜひ、チャレンジャー募集してますんで、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。はい、今日もありがとうございました。さよなら、また来週。